どうも皆さんこんにちは、チャクバスです。本日はですね、 ANA に気分、毎月29日は ANA 感謝の日ということで、本日限定ですね、タイムセールのようなものをですね、 ANA はですねやっておりますので、今回ですねこちらの解説ですねやっていきたいと思います。前回のようなね、羽田石垣8000円みたいなね、衝撃価格っていうのはですね、今回はないんですけども、対象期間8月ということで、夏休みとかね、お盆とかそういった期間になりますんで、まだね、予定決まられてない方はですね、お得なね、路線もあるかなっていうふうに思いますので、気になる方はですね、ぜひね、最後までご覧いただければなと思います。それではですね、今回の ANA にキュン、毎月29日は感謝の日ということで、公式サイトにはこんな感じで書いてあります。今月の機運をご紹介ということで、6月29日予約分限定ということで、この動画が出ている6月29日のみね、利用することができるということで、こちら日付変わったらですね、もう利用することができないので、今回ね、対象路線とその他にもね、紹介させていただくわけなんですけども、こちらについてはですね、今日中に利用していただければなと思います。この点だけはね、注意してください。でですね、ANA の感謝の日ということで、4つね、紹介されておりまして、ANA ショッピング A スタイル割引クーポン。で、2つ目が ANA プラベラーズ、ANA リキュー九州関東特別ホテルプラン。3つ目が ANA トラベラーズ、ダイナミックパッケージ、九州宿泊限定クーポン、最大29,000円。4つ目ですね、8月搭乗分九州路線の ANA スーパーバリューセールということで、今回ね、私の動画で、扱っていこうかなと思うのは、1つ目と4つ目ですね。ちょっとね、トラベラーズの九州関東特別プランであったりとかですね、九州宿泊限定クーポンっていうのはちょっとねパッと見たんですけども、正直安いんだか高いんだかねわからないんですよね。またねクーポンもね、最大29,000円っていうのはあるんですけども、利用上限もね結構ハードル高めということで、こちらをね利用する方はですね、他のね旅行サイト等々をね比較してからですね利用していただければなと思います。それではね、まず1つ目ですね、 ANA ショッピング A スタイルの ANAオリジナル商品特別クーポン&ショッピング全品割引クーポンということで、こちら ANA のねアロマオイルですね。皆さん知っておりますかね、これ ANA ラウンジのね香りということで、結構ね人気あるんですよね。私ねすごいこれ気になっててね、ちょっと購入しちゃおうかななんてね思ってるんですけど、まだ考えてます。でもこれね、マスクとかもね、吹き付けるっていうのがね、公式サイトに書いてありまして、ANA ラウンジのね、香りが自宅でもね、またね、お出かけする際でも楽しめるということで、結構人気あるみたいなんですよね。で、こちらのね、利用方法なんですけども、この公式サイトからですね、価格が2900円って書いてあると思うんですけども、下の方にですね、クーポンコードを受け取るっていうのがあると思うんですよね。購入する方は、こちらをね、まずクリックしていただくとですね、こんな感じで、クーポンのね、私はもうすでに受け取り済みですっていうのが書いてあると思うんですけども、この画面でですねクーポン受け取ってくださいね。でクーポン受け取ってからですね、また公式サイトに戻っていただいて、右下の青いボタンの商品の購入はこちらっていうのをねクリックしていただくと購入画面が出るっていう風になっておりますんで、でこちらねカートに入れていただきますよね。そうすると、こういった感じになりますんで、でここのねクーポンを利用するっていうのがありますよね。こちらANA にキュン548円オフクーポンということで、こちらねデフォルトでそのまま行ってもですねクーポン適用にならないんですよね。ですのでここでねご利用可能クーポンっていうのを、ちゃんと押していただいてですね、そうすると割引はね適用されるっていう風になりますんで、これちゃんとチェックしないとですね定価で購入するっていった形になりますんで、この点はね本当に注意してください。またねもう一つ注意しといていただきたいのは、この A スタイルのねショッピングに関しては梱包発送手数料っていうのはね770円かかりますので、2990円でねこの今回のキャンペーンでこちら購入することはできるんですけども、こちらの梱包発送手数料っていうのはですねかかってくるっていう形になりますんで、この点はね覚えておいていただければなと思います。それでは次にですね、こちらの2つ目ですね、A スタイル全商品500円クーポン、購入金額500円以上ということで、こちらはですね、先ほどのアロマオイルと同じような感じなんですけども、A スタイルですね、全商品で500円クーポンをね、利用することができるっていった形になります。で、こちらね、最低利用金額っていうのがね、設定されておりまして、5000円以上じゃないと、この500円クーポンっていうのをね、利用することができないっていう風になっておりますんで、ちょっとね、購入
金額のね、最低利用金額もうちょっと下げていただければね、利用しやすいかなっていうふうに思うわけなんですけども、まあこんな感じでですね、5000円以上のものが500円オフでね、利用することができるっていった形になります。で、先ほどと同様ですね、下の方にですね、クーポンコードを受け取るっていうのはね、出てると思うんですけども、こちらゲットしていただいて、また購入するときにですね、クーポンセットしていただかないと、こちらね、利用することができないっていった形になっておりますし、元々の画面はですね、クーポンセットされてない状態で購入画面に行ってしまいますんで、そのまま購入するとね、500円割引ね、受けずに購入っていった形になりますんで、この点はね、注意してください。まあね、こちらのクーポン使ってですね、ANA のマスクとかね、ありますよね。こういったもの、購入されたい方はですね、まあこの機会にね、500円オフで購入することができますので、よかったらね、購入してみていただければなと思います。それでは次にですね、航空券購入のタイムセールということで、6月29日限定でですね、今回 ANA の感謝の日でタイムセールが行われております。で、今回はですね、九州路線ということで、5月がね、沖縄路線だったんですよね。で、6月に関しては九州路線ということで、で、7月はどこなんでしょうね。ちょっとね、気になりますけれども、まあ沖縄九州ときたら次どうでしょうね。大阪とか北海道なんですかね。まあちょっとね、そこも楽しみにしていきたいなというふうに思うんですけども、6月に関しては九州といった形になります。ですので、対象路線はですね、福岡、北九州、大分、佐賀、長崎、宮崎、鹿児島路線っていう風になっております。またですね、こちらいつもね、記載されておりますけども、空席状況によってですね、設定のない日もあるという風になりますし、またですね、公式サイトね、この路線っていうのをクリックしていただくと、空席状況ね、そのまま見れるようになっておりますので、まあそこからもですね、購入することができるっていった形になりますんで、まあ公式サイトに関してはね、概要欄に載せておきますので、気になる方はね、そこから見ていただいて、そのまま購入もできるっていった形になります。またですね、運賃とは別にですね、毎回ね、言わせていただいておりますけども、旅客施設使用料っていうのが別途ねかかるっていった形になっておりますんで、公式サイトにはですね、こんな感じで羽田福岡8000円っていう記載があるわけなんですけども、ここにですね、旅客施設使用料がねプラスされるっていう風になりますんで、羽田福岡の場合であればですね、羽田は290、福岡は110円かかるっていった形になりますので、合計400円ね追加されて、最低価格はですね、羽田福岡の場合だと8400円でね、購入することができるっていった形になります。それでは次にですね、対象運賃ね、見ていきたいなと思うんですけども、今回のね、搭乗期間に関しては8月の1日から8月の31日までっていう風になっておりまして、購入日はですね、冒頭にも言った通り6月29日限定っていう風になりますので、今日しかね、この価格で購入することができませんし、またね、売り切れたらね、そこで終了っていう風になりますんで、この点をね、覚えておいてください。でですね、対象路線の価格はこんな感じになっておりますね。羽田福岡8000円、羽田北九州7000円ということで、伊丹福岡が7500円、またね、中部福岡が7000円ということで、前回のね、6月に行われたタイムセールの価格とですね、簡単に比較したんですけども、まあこちらね、何とも言えないんですよね。今回の ANA の感謝の日の方が1000円高くなったりですね、またね、逆のパターンもね、あるって言った形になりますんで、これはね、今まではですね、どっちが安いんだろうなっていう風に思ってたんですけども、本当にね、空席状況によってタイムセールの方が安かったり、 ANA 感謝の日が安かったりっていうのがねありますんで、本当にね、何とも言えないですね。前回のね、羽田沖縄路線っていうのはすごい安かった路線もねあったんですけども、まあ、今回に関してはですね、前回のタイムセールと今回の ANA の感謝の日っていうのは、本当に路線によってね、1000円プラスマイナス1000円みたいなね、まあ、そんな感じのね、価格帯で、まあ、推移してるっていう感じですね。それでは次にですね、 ANA 感謝の日の、積算率に関してなんですけども、まあこちらはね、毎回解説させていただいている通りですね、 ANA のね、スーパーバリューセールっていうのはこちらですね、運賃8にね、該当するっていった形になりますので、マイル積算率は 50%、 搭乗ポイントは0ポイントっていう風になりますので、プレーンポイントがね、これによって計算されるっていう風になりますんで、羽田福岡の場合はですね、567プレーンポイントをね、獲得することができます。でですね、羽田
福岡のね路線の最低利用金額っていうのは8400円っていう風になりますんで、1プレミアムポイントのね単価としては 14.81 円ということで、プレミアムポイントのね1ポイントの単価としてはかなり悪いって言った形になりますね。まあこちらは羽田福岡でね見ておりますので、まあこれね路線によってねある程度ね前後するって言った形になりますので、まあプレミアムポイントのね1ポイントの単価っていうのはだいたいね10円を切ればいい方っていう風になりますので、このねスーパーバリューセールでですねステータス収容をね検討したいみたいな風に考えられている方はですね、プレミアムポイントのね1ポイントの単価っていうのをね計算していただいてですね利用していただければなと思います。まあ個人的にはですねちょっとね今回はまあ九州路線というで、そこまでね距離っていうのもね長くないっていう風になりますんで、まあ個人的にはねそこまでおすすめできないかなっていう風に思いますかね。またね ANA はですね2021年春プレミアムポイント2倍キャンペーンっていうのを先日ね延長発表して9月30日までねこのキャンペーンやるわけなんですけども、こちらの条件がですね積算率 75% 以上じゃないとですねこのプレミアムポイント2倍キャンペーンっていうのは対象にならないっていう風になりますんで、今回のね ANA 感謝の日のスーパーバリューセールの運賃価格に関してはこの2倍キャンペーンはですね対象にならないっていう風になりますんで、こちらね勘違いして購入ねされないようにね気をつけていただければなと思います。先ほどね8400円でプレミアムポイントのね獲得は567プレミアムポイント、こちら羽田福岡路線ですけども、本当にこのままだねプレミアムポイントが付与されるっていう風になりますんで、これがね2倍になったりっていうのはねなりませんので、この点をね注意していただければなと思います。いかがだったでしょうか。今回ですね ANA 感謝の日ということで解説ねさせていただきましたけども、すごいねこの路線が安いですみたいなねインパクトのある感じではなかったわけなんですけども、今回のね搭乗期間に関しては夏休みとかねお盆とかもね入っているっていう風になりますんで、まだね航空券を抑えてなくてですね利用されたいっていう方はですねぜひねこちら6月29日本日限定っていう風になりますんで、ぜひねチェックしてみていただければなと思います。今回の動画はねこんな感じで終わりたいというふうに思います。この動画が役に立った方はいいねチャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログツイッターもやっておりますのでフォローチェックしてあげるととても嬉しいです。私のチャンネルですねこういった ANA マイル、JAL マイル、お得情報、クレジットカード、マリオットボンボンホテル、ヒルトンホテルのことについてね発信させていただいておりますので、チャンネル登録してない方はですねぜひチャンネル登録してあげるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。